Это Потёмкин. Фильм идёт. まあ、あの、TBS のドキュメンタリー映画祭で上映された、1日だけ限定で上映された作品で、まあ、去年のカンヌ国際映画祭でもう、上映されて話題になった作品ですね。あの、それでも夜は明けるでアカデミー賞を取ったスティーブ・マックインが、妻であり、歴史家のビアンカ・スティーグダーさんのその書籍をベースに、オランダ・アムステルダムのナチス占領下の記憶と、新型コロナウイルスによるその緊急事態の風景が驚くべき形で重なり合っていくという超大作なんですけれども、まあ A24 制作の作品なんですが、これあのヒロ君さんはなんか気に入ったそうなんですが、先にちょっとあの軽く感想をお伺いしたいなと思います。そうですね、まあこれ映画祭に出てたみたいなんですが、あ、まあお客さんがどんな感じで見てたのかなっていう、うん、正直映画としては大学生が卒業制作で作るような作品じゃないですか、これ。そうなんですよね。なんかそう海外のレビューとかロジャー・イバートとかガーディアンとか見るとやたらと褒めているんだけれども、そうかみたいな感じで、まあその帰りもあって、で実際にツイッターとか見ると日本の温度感結構低かったりとかするんで、これは何だろうなみたいな感じでは思いましたけど、レベルは高いんですよ間違いなく、うん、ただやっぱり大学生の卒業制作なんですよ、発想とかやってること自体が、うん、なんて言いますかね、まああの見てて、あの、ああ頑張ってるっていうよりも、なんか時間があったから、でコロナ禍で暇だし、なんかやれることないかなって探した結果としてこれなんだろうなとは思うんですけど、うん、じゃないとあのこういう作品多分あの、まあ、アカデミー賞も取ったような監督がわざわざ取る必要って多分ないと思うんで、うん、で見てる間、まああの面白いかつまんないかはまた別としても、なんかあの、ああでも今このタイミングでこういうのを作って出してくるっていうのもまあいいかなっていう、うん、あと個人的にまあ退屈な映画自体が結構好きっていうのもあって、うん、あのつまんない映画ともちょっと違うじゃないですか今回、うん、そうですよね、なんかそう普通につまんなくってダメだっていう映画とはなんか違うっていうのは自分も引っかかったんですよね。正直言ってあのドローンカメラの撮影であのくるくる回りながらあの撮影するあれとかはやっぱりあの絵としてもなかなかすごいんですけど、じゃあ、うん、なんだろう、この映画でそれをやる必要性ってどこって言われたら困っちゃうし、あの、うん、話もなんかせめて時系列順に並べてくれたらまだ分かりやすいのにとか思いながら見てたりしたんで、そうなんですよね。で、うん、コロナ禍と、重ね合わせてるっていう発想はいいんですけど、あんまりうまくはまってないっていうか、なんか多分その監督の意図としてはそのいわゆるその念頭にまずオランダっていうことでアンネ・フランクの家があって、で、まあ、あの、オキュパイドシティなんで、そのナチスに占領されたあの閉塞感と、そう、コロナ禍でのなんか限界体制の閉塞感を並べようとはしているんだけれども、やっぱり日本のなんかいわゆるもうがっちり閉鎖された感とは違って、普通に生活してる感が出ちゃっているっていうのがあって、あんまり伝わってこないっていうのはちょっと思いましたね。オランダの普段の状況がわからないので、あの、うん、人が多分いないとは思うんだけど、普段どれだけ混んでるのかがわかんないと、さすがになんだろう、ああこんなにいつも人がいる場所なのに全然いないみたいなショックはこっちとしては受けられないので、なんかそこら辺もなんか温度差としてはあるのかなっていう、うん、これって多分日本人が見るとわからないっていうところも大きかったりすると思うんで、そうですね、なんか実際にそういろいろ海外のレビューとかを見ていると、やはり結構関連して描いている
なんかすごい論理立てて描いているっていうのがあって、なんか興味深いっていうのが一個あったんですが、なんかドローン撮影でそのデモをする人みたいなのを撮っているのかな、その警察が撮っているのをそのスティーブ・マックイーンが撮るみたいな場面があって、なんかそれとそのまあいわゆるそのオランダがナチスに占領された時のその監視を対比させているみたいな言説があって、あ、まあ確かに言われてみればなとか、多分ヨーロッパとか目線で言ったらそう解像度は上がるけれども、日本から見るとちょっと分かりにくいなっていうのはありますよね。ただなんかコロナ禍のロックダウンってなんかそこまで深刻でもないじゃないですか。確かに大変な事態ではあるし、あとそれから地球温暖化についてのデモもなんか本当に人種差別で殺されてる人たちに対するデモとかとはやっぱりレベルが違うっていうか、なんか想定されてるもの自体がなんかあのふわっとこういうことには反対だみたいな感じだから、あのなんかあのそこら辺でやっぱりだいぶ軽いんですよね、なんか今の映像が。問いの設定がちょっとあの弱いのかなっていう感じですかね。問いっていうか、まあ、対比の設定っていうか、まあ、コロナ禍だから、まあ、それになっちゃうけれどもっていう感じですよね。まあなんだろう、コロナ禍でやっぱりあの撮影ができない状態で、で、まあ、スティーブン・マックイーンくらい の, あの有名な監督でもやっぱり今撮れるものっつったらもうこれくらいしかないかなっていうので撮ったっていうのはすごい感じるんですよ。でこれを A24 で出すのってまああのショーにショーっていうかあの映画祭に出すっていうことがやっぱり今の映画のなんかクオリティのなんか限界っていうかそこら辺は見えるかなっていう。今正直言って今年のアカデミー賞って ほぼほぼまだ見てないんですけど、あんまりレベルは多分高くないじゃないですか、まあ例年に比べるとやっぱり作品とかもやっぱアメリカンフィクションがフラッて入ってしまうっていうのもちょっとうんとは思ったしっていうのはありますよね。アメリカンフィクションはあのアカデミー賞のメンツの中でも頑張ってる方なんですよ、それでいても、あのだから今あの多分映画とかのクオリティがどんどん配信ドラマとかとあんまり差がなくなってきたっていうか、配信ドラマが上がるんじゃなくて映画自体が下がってきてる感じ今は。あの予算の上限とかが決まってて、あと撮影できる範囲も決まってて、でまあ国際的に受けるものをみたいなのになってくるとどんどんこうなってっちゃってるのかなっていう、映画祭に出せるものの映画のなんかあの上限がここら辺っていう感じですね。あの映画がつまんなくなったわけじゃないですね、正確に言うと、あの映画祭がつまんなくなった感じですね。ああそういうことか、はいはい、確かにそれはあるかもしれないですね。だってあのはっきり言ってアカデミー賞もっと冒険してノミネートするべきの映画去年山ほどありましたもん、なんやかんやで。でもそこら辺って全然引っかからないじゃないですか。確かに、あの他の映画祭もそうなんだけど、あなんかいつものまあラインナップだなっていう、でそれがあの前まではあのまあ異元っていうかまあ良かったんですけど、あのそれがまあコロナ禍のここ5年くらいの間になんか面白くはないかなっていう、正直まああのどの映画も悪い映画ではないんですけど、やってることがコロナ前と全然変わんないっていう、なんだったらコロナ前の方がまだあのちゃんとあの新しいことに挑戦してたかなっていう。なんかそれで言うとそのここ最近 の, その三大映画祭においてやたらとそのドキュメンタリー映画が、最高賞に輝くケースが増えているじゃないですか。
なんかそれともなんか関連してくんのかな。まあさっきあの映画の方がおあの降りてきたみたいな話をされていたんですが、なんかそう、それによってそのドキュメンタリーの方がまあ現実は小説ときなりみたいな感じでなんか上がってきているっていうのもあるのかなみたいなのちょっと思いましたね。もうなんかうまく言語化できてないですが、でもなんかドキュメンタリーの方が面白い、しかもネットフリックスでやってるドキュメンタリーのシリーズものってすごい面白いじゃないですか。あれ、あ、面白いですよね。はっきり言って安定してますよね、うん、はっきり言ってもうなんか映画見るよりもあっち見てた方が面白いレベルなんで、うん、ネットフリックスは顕著ですよ ね、 すね。なんかドキュメンタリーのレベルが総じて高いっていう、なんかちょっと不思議なバランスなんですよね。うん、で今まあアニメとかってすごい世界的に人気にはなってるんだけど、日本のアニメもやっぱり何、うん、か突出したものはなくなってきてはいるんですよ、だんだんと。すごいヒット作になってるから気づきづらいんですけど、やっぱり鬼滅とか呪術廻戦ってなんか突出したものはないんですよ、やっぱり。うん、なんかイノベーションがないっていうか、この作品があったから、この作品からこういう新しい表現が登場したみたいなのがないんですよ、やっぱり。なんか、うん、90年代2000年代にいろいろと試されてきたものが、今一般の人たちも受け入れられるような状態になったんだなっていうのはすごい感じるんですけど、うん、別になんか作画とかのでチャレンジしてるのもそんなにないし、まあ良くも悪くもなんかグレードアップはしてるんだけど、ちゃんとなんかジャンプアニメっていうか、そこの枠にはしっかり収まっちゃってるっていう、うん、ああ、なるほど。それはレベルが高かったけど、そうですね、ハイキューとか、スラムダンクもそうかなっていう、うん、スラムダンクは新しいことをやろうとしてたっていうか、まあ、初監督だからチャレンジはしてるんですけど、なんかそこら辺はうまくはいってないんですよね、うん、実は、うん、あ、そうなんですか。いや、アニメはそこまで詳しくなかったんで、なんかすごい挑戦的だなとは思って軽く見てたんですけれども、確かに音の使い方とかで、まあ、ここまでレベルの高いものはなかったんですけど、やっぱり うん、今までやってきたものの延長線ではなんかある感じっていう。あとそもそも原作のスラムダンク自体が今の、うん、ジャンプアニメとかの影響を与えたものそのものなので、はい、あ、確かに確かに、なんか新しく出てきたものではないっていう。うん、でそれで言うと湯浅監督ってどういった立ち位置なんですかね。多分そう、なんかその補助線で言うと湯浅監督は突出していって、でなんかその尖った要素をなんかブルージャイアントあたりがちょっと吸収しているのかなっていう文脈は少し見えたんですけれども、多分湯浅監督が突出して新しいことをやってる監督だって思われてたのは多分2010年代以内に終わっちゃってはいるかな、ほうとは思います。なんかそれ以降はやっぱり本人のなんか、まあ、押し守るが一番分かりやすいんですけど、間違いなく新しいことをやった人なんですけど、うん、まあ、広角機動隊あたりを以降はもう完全に自分の作家性の焼き直しっていうか、この人といえばこんな感じみたいな、なのイメージ、あ、だよくあるじゃないですか、 A24 もなんか A24 っていうイメージがあって今再生産しているみたいな、ああいう感じってことです。あ、そうですね、多分感覚としてはもうだから新しいイノベーションみたいなのはもうないかなっていうところに、うん、でそれはもう別の海外の監督とか、まあ、スタジオサルーンとか、まあ、いろんなところが出てきてそっちに引っ張られてっちゃってるっていうのはありますかね、うん、
ただどっちかっていうと新しい表現を頑張ろうみたいなのはあんまり今全体的に見られないかなっていう。うん、そっか。あ、確かに言われてみれば、そのここ最近の映画、まあそれこそ新海監督もそうですけれども、10年代にあったやつの延長線に今乗っている。で、じゃあ2020年代新しい表現をどうするかっていったところで、まだ生まれているものがあまりないっていう感じはしますよね。どっちかっていうと、もともとアニメとかあとホラー映画とかを中心に見てる人なんで、どうしてもそっちの方で今説明しちゃったんですけど、うん、多分映画も新しいチャレンジみたいなことを最後にやったのはやっぱり2010年代の後半あたり、アバターとか大宮地区とか、あのあたりがあった頃で一旦終わっちゃったのかなっていう、それ以降は、まあ、MCU とかの時代が来ちゃったっていうのもあるんですけど、まあどんどんもう監督のものじゃなくてキャラクターのものになっちゃったっていうのもあるんですけど、はいはい。で、今それが限界来て今の状態っていう感じですか。うん、どっちもうまくいかなくなって今になっちゃったんですよね。あー、なるほどね。そう、結局なんかコロナ禍で、そうなんか新しい映像表現をむしろなんか逆手にとってできないかって、いろんな監督、まあベルトラン・ボネロ監督もコーマって作品作っていますけれども、総じてあんまりうまくいかな、結局そう成功した作品がほとんどなく、まあコロナ終わったけど、あ、まあ、まあまだ続いてるっちゃ続いているけれども、うまくいってないっていうのありますよね。そうですね。今回オキュパイドシティ自体のなんか感想というよりも、あれを見ててずっと思ったことは、うん、なんかコロナ禍 以前と以降の話をしてる人があんまりいないなと思って、今改めてコロナ以前とコロナ以降でどういう風に変わったのかっていうのを今話しとかないと、多分5年後くらいに振り返ってもうすでにだいぶ忘れ始めてるから、今話しちゃいたいかなっていう、うん、で今劇場でちょっといろいろと揉めてるじゃないですか、携帯つけるのとか、あと障害者の受け入れのについてとかっていうのをやってるんですけど、よく考えると、うん、そこら辺の問題って別に何十年もやってる話じゃないですか、本来。うん、そうですよね。よくある話みたいな感じではありますけどね。要は多分コロナで来なくなってたお客さんが帰ってきたんですよ。うん、で、その間にコロナ禍で映画行くようになった人っていうのももちろんいるわけで。うん、で、なんか映画館自体がだいぶ変わっちゃったじゃないですか、雰囲気が。うん、で、僕ほとんど、コロナ禍の時に映画館に行かなかったんですよ。はい、で、映画祭もあんまり行かなくてっていう状況があって、で、久しぶりに映画祭行ったら、まあまあ、うん、うん、ああ、そうだ、映画祭ってこんな感じのお客さんだったっていう。うん、のでまあいろいろと思い出してって今やってますね。うん、確かになんかお客さんが戻ってこんな感じだったなっていうのは、そうですね、自分もなんだかんだ言ってコロナになって映画館に行く回数が、だ結局配信全振りみたいな感じになってた時があって、でやっぱり戻ってくると、まあ袋カサカサおじさんとかそういえばいたなみたいな感じでは思いますけど、あと映画祭の東京国際映画祭とかになると治安が悪いとかはあるけれども、ただなんかそう、コロナ禍前と決定的に違うのが、やっぱりヒートアップしやすくなっているのかなっていうのは、以前こんなに燃えたっけっていうのはありますよね。すごいなんか神経質にはなりましたよね。そう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 、やっぱコロナを経て、
人々がやっぱ神経質になったっていうのはまさに適切だと思うんですけれども、そんな気はしますね。なんかそこら辺のことをなんかなぜかこの映画見てる時に考えてました。まあ4時間ね、単調にね、いろんなフッテージが並んでて、でそれで言及が追記されていくだけですからね、なんか考えながら見ちゃいますよね。いろんな生活、うちらの生活ってどうだったんだろうみたいな感じで。それで、オキュパイドシティの中で一番印象に残ったエピソードが、アイスクリーム屋さんで、はい、ユダヤ人を受け入れてるアイスクリーム屋さんのところで、うん、なんか食べた後になんか残りかすみたいなのが山ほど溜まってみたいなので、うん、非ユダヤ人の気持ちの方を考えてほしいみたいな苦情が殺到したみたいなのが出てきたじゃないですか。とって、ありましたね。あれってなんか要はスパイをやってた人が殺されたとか、子供が要は広場で殺されたみたいなショッキングなニュースよりもなんか印象に残ったんですよ。人が直接死んでる話でもないし、タイミングからしたらまだ第二次世界大戦っていうか始まる前かなっていうあたりの、ああそっか、そのぐらいの時、そのくらいの時で1930何年とかの話で、うん、で急にこの話が出てきて、でまあこれって全部最終的にはまあ亡くなりましたっていう話ばっかりで終わるんですけど、この話だけは、うん、なんか全然違う流れで出てきて、これだけがなんかやたらと自分の中で印象に残ったっていう。なんかそうですね、自分たちとは違うコミュニティの人たちがまあ自分たちの気持ちも考えてほしいみたいなことを言い出すと相当危ないかなっていう。その話があると、そう普遍的なものを感じますよね。今もそれも日本でもよく起きている話ではある。だからなんていうか、そうですね、第二次世界大戦中のナチスの話じゃなくて、それまでの話を見せてくれた方がすごい、コロナ前とは相性が良かったんじゃないかなっていう。確かに、だんだんユダヤ人が要はプールに入れなくなりましたよみたいな、あっちの方がどっちかっていうと、コロナ禍 の、 今の世の中みたいなのの方を相性が良かったんじゃないかなっていう。いくらなんでもなんか虐殺の話を、コロナ禍に合わせるのはさすがに重すテーマが重すぎちゃって食い合ってないんじゃないかなっていう、うん、でなおかつもうすでにその手のやり方っていうのがクロード・ランズマンが散々やってることで、じゃあそうランズマンはインタビューでやったから、今回は今の風景とそこに歴史的事実を重ねるっていうアプローチでどうできるかって言っても、やっぱ限界っていうか、まあ、2番線時間もありますし、あと今虐殺とかについて映画、ドキュメンタリーの映画を撮るんだったら、正直言ってウクライナ行ったりとか、エルサレムの状況とかを要は上げてる人たちいるじゃないですか。その人たちの映像とかをつなぎ合わせて映画を作るとかじゃないとダメな感じしますね。うん、ちょっと行く場所が違うっていうのはありますよね。今行くべき場所が。なんかロックダウンの反とやっぱり相性があんまり合ってはない感じはしますね。うん。で、多分でそこでちょっと技巧を凝らそうとしているのが、まあ自分ずっと見ている間ある違和感を覚えてて、そうアンネ・フランクの話はさすがにするじゃないですか。でもアンネ・フランクの家には行かないじゃない、カメラ撮らないじゃないですか。あれって何なんだろうみたいな感じでずっと自分は思ってて、まあそこでそうアンネ・フランクの家を出してしまうと、そうなんか
オランダの町全体の物語がそうすごいちっちゃい物語になってしまうっていうとこを回避しようとしている、なんかそういったテクニック的なところは思ったんですけれども、それでもちょっとなんかいまいちハマってないなっていうのはありましたね。なんかあのただじゃあこの映画自体がなんかつまんないかっていうと またなんかそれともちょっと違うんですよね。うん、なんかね、そうなんかいや退屈で、まあ自分一応つまらないっていう表現はしているけど、そうよくあるつまらないとは違う、それはあの自分も同じ意見ですね。なんかこの感じはどっかで思いがあるなと思ったら、やっぱりあのコロナ禍なんですよね、それって。うん、なんかコロナ禍の世の中ってあのつまんないはつまんないけど、なんかまたこっから新しいことが始まるまでのあのなんか準備期間みたいな感じはあったじゃないですか。まあ、いざ始まってみたら、うん、ろくなもんが始まらなかったんですけどもう壮絶なそうなんですよね。でこの映画ってあのどんなポジションなのかなと思って、あの前にヒアとかパーフェクトでおかゆに例えたじゃないですか。あ、はい、そこからいく と、バービーとかマリオって一流シェフの作ったお子様ランチなんですよ多分。うんうん、本当にあの両方とも子供に向けて作ってるっていうのを合わせて、あのバカにしてるわけじゃなくてお子様ランチなんですよちゃんと。うん、でオキュパイドシティって 何かなと思って見てた思ったのは、あの海洋深層水ってあるじゃないですか。 ありますね、あれみたいなもんじゃないかなっていう、うん、ありがたい水っていう、うん、なんか価値はあるしありがたいけど水っていう、うん、なんかそんな感じの映画でしたね今回確かに、うん、いやーこう、いやびっくり、まあ休憩あって本当良かったですよね。最初何もアナウンスなかったんで、これ4時間ラブディアス方式なのかなって思ってたんですが、あでも休憩あってもまあまあきつかったですけどねきつかった、うん、やっぱり海外での上映も休憩なんか10分とか15分入れてたらしいですね。まあそりゃ当然だ。そう最近ほら日本のね3時間クラスの映画休憩ないこと多いじゃないですか。ないですね。だから危惧してたんですが、ちょっと息抜きができて、あのテンションで4時間は駆け抜けられないわって思いさ、何人か脱落してた人いましたもんね、あのヒューマントラスト。ああ脱落してましたね。あの休憩で帰ってこない人とかいましたまあまあそれはね、分かるよってあの後もあのテンションのままだから、まあ正直まあ最初から最後まで見てもそんな変わんないんですけど印象としてはだからあの途中でちょっとお手洗いに行っても大丈夫な方式ではあるっていう、まあその点良心的ではあるんですよね。ただあれってどういう方式で公開する日だったのかなっていうのは全然分かんないんですよね正直、うん、配信でやるんだったのか、配信ほらあのスティーブ・マックイーンって一回あのテレビシリーズみたいな感じでなんか連作で作ってたじゃないですか。作ってますね、なんかなんか映画館でやるっていう感じじゃないんじゃないかなっていうのは思ったんですよね。まあ なんとなく考えたのは Apple TV の、ドキュメンタリーのやつあるじゃないですか。あります、ね、あれに売り込んで買ってもらえなかったんじゃないかなっていう。あーありそうあの買ってもらえなかったってところが一番のポイントなんですけど、うん、なんかそうこれそう映画自体すごいとっちらかってじゃないですか、歴史事実あれを整理しておけば1時間かけ4とかでできたと思うんですが、さすがに乱雑すぎて扱いきれなかったっていう可能性はありそうですよね。あ
正直言ってちゃんと整理したところでそんなに面白くはならない。まあどうなんだろう、なんかもう原石ドンってきたっていう感じなんで、だからやっぱりあの海水用深層水な気がしますよ。うん、うんうん、あのすごい大変なところから汲んできた水なんですっていう、うん、いや分かるんだけど、あの水ですよねっていう。そうなんだよね。あの正直言ってコロナ禍のあのまああの街並みって、まあ YouTube で検索すれば山ほど出てくるような映像じゃないですか。なんかね、見ててありがたみがないんですよね、正直言って。うん、そう、なんか決定的な瞬間みたいなのが数箇所ある。あれ、あの一箇所なんか交通事故起きてる決定的な瞬間映ってましたよね。映ってましたね。あの覚えてます。なんか自転車でめっちゃ横転してるとこ、いやそこ使うんかいみたいな感じのところもありましたけれども、あれびっくりしました。しかも本編の内容と全然関係ないっていう。関係ないっていう。思いっきり事故ってるじゃんって。あと音楽もなんか微妙に合わなくて、うん。あ、なんか見てる間中、うーん、なんかあのいろんな意味でやっぱりなんか大学生が頑張って作ったんだなと思いながら見るとすごい感動はするんだけど、まあ監督はスティーブ・マックイーンですからね。マックイーンですかね。大学生が作ったって聞いたら、まああのすごい納得感はあるんだけど、なんでこの内容で作っちゃったんだろうっていう。でしかもマックイーンがなんかこのテーマ、まあ妻が歴史学者だからみたいな感じはありましたね。なんというか、まあ奥さんのあのまあ本の宣伝みたいな感じで作った感じもどっかあるんですけど。予告編かなみたいな。続きはあの本買ってねみたいな。なんかそんな感じしましたけどね。あのあと Q&A やって。あ、どんな話が出たんですか？こんな本なんですよっつって本を見せられたんですけど、ものすごく分厚くて、うん、あ、多分ねそっからあのやっぱりあの印象に残ったエピソードを拾ってあのまとめただけなんで、多分なんか細かいことは考えてないです。そうなんだ。うん、マジか。なんかね、話聞けば聞くほど、あー、なんだろう、時間があったんだなっていう。で時間があって、なんか撮りたいけどその新作が撮れない、映画っぽいのが撮れないから、とりあえずなんか撮ろうって撮ってつなげて出してみたっていう感じかな。まあそんな感じですかね。うん、そっか。なんかね、Q&A を聞くと、あのよりあのなんだっけ、人によってはがっかり度が増えるっていうか。そうなんだ。うん、なんか奥さんって成功したオタクなんだなっていう。へ、うん、今度成功したオタクっていうドキュメンタリー、これもこいつもまた厄介なんですよね。すっげえ厄介そうな、いや見るつもりではいるんですけれども、ちょっと精神的に来そうだな。あの多分ね、あのそういうんじゃないと思います。あ、じゃない。あの何人かあの韓国のこの映画見た人が結構いたりするんで、あの感想を聞いたんですけど、はい、うん、あのバイスジャパンってある、バイスのやつで YouTube でやってるじゃないですか。あ、ね、うん、はい、あれみたいな感じだっていう。あ、そう、そんな感じなの。なんかね、もっと気楽っていうかね。うん。前にあったじゃないですか、うん、SNS っていうドキュメンタリーで、なんか犯人をはめてなんか誘い出すみたいな。あ、ありましたね。なんかあの重さに近いのかなって思ってて身構えてたんですが、もうね、そんな感じじゃないです。あの撮ってるのが、まああの変な言い方なんですけど素人なんですよ。ファンだった女の子が、要はあの
まあ、自分の、推してた人が逮捕されちゃって、でこの気持ちに整理つけるためにはどうすればいいかなっつって、なんか撮り始めたものをまとめて映画にしたっていう。ああ、じゃあ日記映画みたいな、映画経験とかそんなないけど、まあ、日記映画としてできたっていう。だから多分オキュパイドシティとあんまり変わんないです、多分クオリティもそんな変わんないです多分、まあなんでこれが内容としてはすごいなんか見たくはなるんですけど、なんでこんな形で来たのかなっていう思ったら、まあまあのクオリティを期待 していくとちょっと痛い目に遭うかなっていう。ああ自分がそうでしたね。ママと大ダメージを受けたって久しぶりに受けたって感じですが。なんか対策でもないなかったし、まあ本当に時間が空いたから撮った感じっていうか。で、まあ成功したオタクもはっきり言ってそれなんですよね多分。そうそう、推し活をしてたんだけど推せるものがなくなっちゃって、時間が空いて何をしようと思って映画を撮ったって分かりますかね。あ、分かります分かります。だからね、作品のテーマとかがないんですよ。もうこういう構図でやるギッチギチに固めるっていうよりか成り行きで撮ってるってことですよね。なんか自分はどうしたらいいんだろうって撮ってる感じなんで、自問自答だ。そうそう、だから見てる間中なんか不思議な気分になるとか言われてましたけどね。あ、それで言ったら来週同じく TBS ドキュメンタリー映画祭でやるなんか人体の構造についてはゴリゴリの理論系でしたよ。あ、見た。これはなんか医療現場のドキュメンタリーなんですけれども、その人間がそのカメラを持った時からそのなんか人間が普段聞けないような音とかそういったのを撮れるんじゃないか、でそれはどこにあるかっていったら、まあ、インナースペース、人体の中にあるんじゃないかっていう視点で、そうなんか脳みその中を手術するところのチューブの中の音を取ったりとか、あとはまあレーシックの手術ですよね、なんか目玉の手術をする様子とか、かなりグロいシーンが多いんですけれども、そういったのを撮ることによって人間がまあ、実際に我々が見ることのないような世界を見せていくっていうタイプのドキュメンタリーでした。なんかネットフリックスでありそうなやつですよね、どっちかっていうと。あ、そう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 。監督がリヴァイアさんとかカニバとかそういうドキュメンタリーをっていうことなんで、まあそういう映画がお好きであれば、まあ、刺さるけれども、そもそもそういうの興味なかったら全く刺さんないっていう。なんか最後謎のディスコシーンで終わるんで、これ言っちゃっていいと思うんですが、映画と全く関係ないなんかディスコでバイブス上げるみたい、ギャスパー・ノエのクライマックスみたいなことをやって終わるっていう謎の映画なんです。なんかそういうお土産あるといいですよねやっぱり。そう、この映画お土産あるんで、人体の構造について自分はそんな刺さってないんですけれども、見て損はない映画だと思いますよ。なんか貴重な経験ができる映画です。そういう意味だとオキュパイドシティはね、なんかお土産が足りないんですよね。そう、4時間あってもうちょっと欲しかったな。なんか決定的な瞬間もうちょい欲しかったなっていう。4時間あるけどやっぱりなんか出てくるものはなんか水ばっかり出てくるっていうか。あ、そう、想定内のものがね、出てくるっていう感じでしたね。まあ正直言って話してる内容もまあ本当に調べられてはいるとは思うんですけど、まあウィキペディアとかで探せば出てくるかなっていう感じもするような内容っていうか、まあ有名な話でやってるし、まあそれを元にしてるんだから、まあ、しょうがないんですけど、ソビブルの話とかもうちょっとね掘り下げれば、せっかくソビブルなんかランズマンと対抗してきてんのに別の角度全然足んないじゃんとは思いましたね。なんかまあ地元の人だったらまあ知ってるのかなっていう話ばっかりだし、基本的には、なんかそういう意味でもちょっと物足りない作品ではあるんですけど、なんか
こういう作品を劇場で見れるっていうこと自体が、あのなんかまだ映画館ってやってられるんだなっていう。うん、そうですよね。持ってこれたんだっていうね、ヒューマントラストの、しかもスクリーンワンだがでかいとこ開けてますよね。正直それが一番の衝撃っていうか、うん、あそこでやるんだって。だって TBS の映画ドキュメンタリー映画祭っていうのも、あのヒューマントラストでやったっていうのもまあびっくりだったんですけど、いろんな意味で、うんうんうん、そこで A24 制作で、あのスティーブ・マックインで、あの海外でもあのなんかそれなりに評価されてる映画を1日1回だけ公開しますよっていうのをやるっていうこと自体が一番の、そうですね、なんか今年はなんか映画館で公開すること自体がなんかサプライズみたいな作品ばっかり多いですよね。あ、言われてみればなんか、あ、これやるんだみたいなのがちょいちょい出てきているような気が。まだ見れてないけど NN444 とかね、うん、4444か、あれとかも確かあの最初配信サービスで出てきて、で話題になって映画館でっていう感じで、でもなんかいろいろ評判を聞くと、うん、あのまあまあ割れるっていう、うん、あの良くも悪くもやっぱりお金のかかってる映画ではないよっていう、うん、うん、そうそう、うん、なんかディズニーアニメも結局なんかコロナ禍で上映できなかったやつが今ようやく上映とかありますよね。でもこれも3本ともね、攻めた作品だったんですよね。うん、うん、そうね、当時ちゃんとやってほしかったなみたいな、やっぱり感じはもやもやありました。ディズニーがねちょっとねそこをてあのおざなりにしたんで、なんかそこら辺とか見てるとなんかいろいろ思うことはあるなっていう。うん、なんかねオキュパイドシティはね本当になんか本当になんか不思議な感じで、多分なんか5年くらいした後にそういえばあれって何だったんだろうの一つには入るとは思うんですよ、間違いなく。うん、多分今評価できるかっていったら微妙で、これが何年かなたった後にそのアーカイバルシネマとしてどこまで力を持っているかっていうのは気になります。熟成させる必要のある作品っていう言い方がいいんでしょうね。熟成っていうか多分まああのまあ A24 でスティーブ・マックイーンがやってて、多分この後ちゃんと日本公開されたりとか配信とかってないと思うんですよ。さすがにちょっと日本公開イメージフォーラムでもきつくないみたいなのはありました。まあ、正直出来が出来なので、うん、うん。かといって配信でどこでやるみたいなのはねありますもんね。なんていうかすごいあのいろんな意味でやりづらいんですよねこれ、うん、そう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 、うん、であの付き合わされた感があるっていうのもわかるじゃないですか。うん、なんかね、だからあのソクローフのあの心の声とか、あとソルデニーチンとの対話ってこれに近いんですよすごい、うん、あそう、なんか以前もねたびたび出てきている話ですが、あ近いんですか。特にソルデニーチンとの対話近いですね、うん、そっか、おそらくね、いやさっきメルカリで探しましたよ、売ってなくてチーンでしたけど。確かねあの DVD がまあ後でなんか写真とかあげるかもしれないですけど、あれ教材用のものなんですよもともと。あ、そうなんですか。学校で使っていいです、あの授業で使って OK ですよ。それは出回んないわけだ。確かね限定50枚とかだったかな、うん、少なそりゃ出ないわあの出回るとかもうそういうレベルじゃなくて、じゃない、出回っちゃだ、むしろダメなやつ。なんでこれ売ってたんだろう、映画館でのレベルだったんですけど、なんかねその時にお金がたまたまあったのもあってうっかり買っちゃったんですよ。あ、うん、で3回くらい見たんですけど内容が全然頭入ってこないんですよねあれいや本当にすごいんですよあれ内容、うん、
だってソルデニーツェンとソクローフが公園の中でとりあえずベンチ座ってでちょっと話してであのちょっと歩こうかって歩いてまたベンチ座ってで映画が終わるんですけど、うん、もうねあの映像としてのあのなんか新しいものを見せるとかそういうレベルじゃないんですあれ。もう見てよっていうか。うん、でなんか哲学論を語ってはいるんですけどなんか途中から思い出話になってるし、うん、思い出話になる、ね、しかもなんか話も脱線してるし、うん、でまたソルゼニーチンとソクローフがそんなに話がうまくないんですよねすごいいいこと言ってるんだけどうんいやあの良くも悪くも昔の不器用な おじいさん2人っていうか、うん、はいはい、うん、あのガチの哲学者だなっていう、うんうん、なるほど、うん、あ本当にあの立派な哲学者ってこういう感じなんだっていう、うんうん、あの話聞いてだからあの文章にしないと文章でまとめないとちょっとどちらかっちゅうって感じあのすごいなんかいい文章書いてるからあの講演を聞きに行ったらえってなるときあるじゃないですか、うん、あります、ね、あれです、うん、あれが3時間誰もできるんですいやちょっと気になってきましたね、なんかいつかね機会があったらね見せようとも思ってるんですけどねあの映画でもしあの星でつけるんだったら星5つ満点で2点とかなんですよあれ、うん多分、うん、なんだけど好きなんですよ。あなんか悪いなんか点数的には悪いけど嫌いにはなれないっていうああいう感じですよ。多分一番いい使い方としては家の中のまああの今ホームスクリーンあるんですけどそこでかけっぱなしにしながら、はい、あの仕事するのが一番いいですね。うん、あなるほど。うん、もう。なんかそのための映画みたいな感じ、でまあ心の声はねその日じゃないですよでも、うん、あそうだ心の声について語ってる人がほぼいないっていうのもすごいよくわかるんですよあれ、うん、あそうですよねなんかソクロフの話はちょいちょい出るけどエルミタージュ幻想の話は出てくるけれども心の声は出てこない、まあ、そもそも見た人がほぼいないソルゼニーチンとの対話もそうなんだけどいないっていうのもまああるんですけどフィルマークスでもやっぱ見た人にしかわからないような文章がいくつか並んでいたんでなんか怪文章いくつかありますよね、うん、あれ、うん、多分これはね、ボーマン船長みたいな感じなんでしょうね2001年宇宙の旅の行かないとわからないっていうあの見た後にあの文章を読んだんですけど見ても分かんないですあれは、うんうん、なんかあれはもうそういうレベルじゃないです、うん、なんか退屈を映画にしたような作品なんである意味あ特にあの心の声 の前半 最初からあの海をまあ流し海の映像をそのまま直撮りして1時間あのずっとソクルーロフが喋ってるだけっていう、うん、ナレーションで喋ってるだけっていう、うん、なんてこったほぼ悪口ですね人の、うん、人の悪口をひたすら喋ってるそれは強烈もうその時点で見る気を失ってくんですけど、うん、あとはまああのなんでしょうね、まあ、撮影で、まあ、あの同行、まあ、戦争に同行するんですよあの、うん、で、まあ、あのソクーロフほとんど人の話聞かないんでというか多分あんまりドキュメンタリー持ってる作家さんじゃないんであのソクーロフ何本かドキュメンタリー撮ってるんですけど一本もいいのないですよなんか傾聴欲みたいなのがちょっと弱いのかなってなんかね
あ、そうですよ、あのソルジェニーチンとの対話っていうタイトルなんですけど、ほとんどなんか2人とも自分の好きなこと喋ってるだけで、あの会話になってないっていうか、うん、なんかいろいろすごいですよあれは、うん、うん、なんかお互い目合わさないしあの、ね、仲悪いとかじゃなくて目合わせないわ、やばい。ベンチで同じ方向向いてるんですよあれ、うん、すごいですね。しかもカメラ目線とかじゃないし、うん、なんかあさっての方向向いてる。怖い怖い怖い。しかももうなんか話もよくわかんないし、うん、なんであれに2万も払ったんだろうって。あ、2万したんですか。そうそう、うん、まあ、一応大学とかでも使える、なんかあのそういう権がついて、権利がついてるからっていうことにはなってるんだよね。ああ、そうですね、教材系はそういうのありますか。だとしてもって感じもしますけどね、うん、だってあれ教材にも使えない、うん、教材難しいですね、それは、ね、ありとあらゆる意味でなんかあの変な映画なんですよ。なんか、うん、ホームビデオともちょっと違うんですよやっぱり、うん、なんか3時間あのなんだろうな、ひたすら喋るんですよなんやかんやで、うんうんうん、だから話してるし、あのなんだろう、最初からこういうことは話しますよって打ち合わせも間違いなくしてて、うん、であのちゃんと撮られてるにもかかわらず会話があんまり成り立ってないっていう、うんなんか対話なのに対話できてないっていう、うん、なんかすごい作品ではありますよ、うん、なんか目を合わせないっていうよりも同じ方向向いちゃってるんですよね、うん、なんか話してる途中で分かるって言って、うん、分かるっつって、うん、こっち分かんないっていう、すげえ。でもね、多分オキュパイドシティつまんなかったら、多分こつまんないの日はこっちの方がはるかに高いんでやっぱり、うんうん、時間もあれ、そっち何時間ぐらいでしたっけ。3時間くらいだけど、多分体感では5時間とか6時間くらいかな。あ、うん、もっと下手すると長いかもしれない。うん、うん、あの楽しみだな。いや、たまにねこういう映画でねパンチを食らっておくとね、襟が正されるっていうか、なんかいい体験できたなっていうのは思うんで、ね、あ、でもね、今回行ってはよかったなっ、うん、心の声はやばいですよいろんな意味で、うん、心の声はさすがになんか以前アップリンクでやってたんですけれども、行く勇気なかったですよ。あ、さすがに、なんか身の危険感じましたもん。今ね、DVD がね、普通に売ってんですよね、恐ろしいことに。あ、そうそうそう、DVD 化なったんですよね。なんか、いつまで経っても売れてないんだけどっていう。あの、廃盤になる前に買、うん、そういうの買った方がいいんですよね。いいんですけど。超長尺。なんか、自分見たんだけど、なんか、これをじゃあ家に取っておきたいかって言われるとすごい困るっていうか、うん、ああありますよね、うん、なんかね、本当に厄介な映画なんですよ。オキュパイドシティもそうなんだけど、うんうん、そういうなんか枠として厄介な映画ってあるじゃないですか、うん、あ、 ありますね。なんかあの見たやつでなんかそこら辺に近いような映画ってありましたか、なんか、うん、あ、自分それで言うと、あのロバート・クレイマーのマイルストーンズとアイス その DVD パック、あのメルカリで落として見たんですけれども、これがあのマイルストーンズって4時間ぐらいかけて、その、まあ、60年代の、まあ、学園闘争とかああいう時代の終わりの、そう、絶望感みたいなのを捉えていくみたいな感じの作品だったんですが、まあきつかったですね。あ
そうで、やっぱり政治色も強いっていうのと、ただ一個面白かったのが、そのまあアイスもそのマイルストーンズもやっぱ革命時代の終わりのなんか何も変えられなかった絶望みたいなのが漂っている作品ではあるんですが、 なんかどちらもそう暇を持て、あの暇な時間ができた時にどうやって暇を潰すかっていうので、まあ、ろくろを回すっていうシーンがあるんですよね。これが印象的で、まあ、今で言うとなんかその退職した人がそのスパイスカレーに打ち込んだりとか、そばを打ったりコーヒーを煎ったりとかするじゃないですか。なんかその感覚で当時の人アメリカではろくろを回すが流行ってたんだなっていうのは面白かったですけど、まあ、家に取っとくもんじゃないなって思って、まあ、売っちゃいましたけれど、多分こうやって話すとなんか面白いシーンもあるんですけど、でまあなんか伝説になっちゃってるんだけど、あのなんかあのいざ見るとこれってなるやつってあるんですよね、やっぱりどうしても、うん、ありますね。そう、ロバート・クレイマーは評判が高かっただけにすごい期待してたんだけど、そうかみたいなちょっとね思いましたね。ホラー映画で、なんだっけな、急に名前が出てこない誰ですか監督、監督の名前がね分かんないやつがあるんですよ、うん、おコリアタウン殺人事件。コリアタウン、一時期あのアマゾンプライムで配信されてた、あーこれか、79分の作品で、あれ監督わかんない、監督はわかんないんですよ、監督はアンノーンでわかんないって書いてあるんですよっていうドキュメンタリーっぽい何かだったんですけど、これがまあ、うん、あの非常に話題になりまして、うん、今一部であの、まあ、伝説 の映画になってるんですけど、これもですね、うん、ホラー映画なんですけど、まあ変な映画で、多分いざ見るとまあまあがっかりするんですよ、人によっては、うん、まああのおっさんが職探ししてるだけなんですけど、うん、まあその合間になんかあの殺人事件、近くで起こった殺人事件みたいなもんをなんか調べてんのかなんだかよくわかんないうちに終わるっていう、うん、うん、なんかねこういう作品がね結構あるんですよね、うん、あの扱いに困るっていう、うん、あこれはちょっと困ります。しかも割と最近なんですよね、2020年制作ってなって、ね、で配信できて一部の人た小塚があの話題にして、で配信がすぐに終わって、まあ配信がすぐに終わったのって別にあのなんかうん、まあそうだろうねっていう気もするんですけど、なんかこういう風にしてなんかよくわかんない作品がどんどん積み上がっていくっていう感じはしますね、うん、うん、なんかねそういう作品はね今後もなんか増えそうな気はしますよなるほど。特にあのドキュメンタリーなのかモキュメンタリーなのかよくわからない連中が割といるんで、であのそういう意味だとやっぱりソクーロフってどう考えてもドキュメンタリー向いてない監督なんですよ、うん、確かに。だってドキュメンタリー結構な本数撮って一本も面白くないってなかなかないんで、うん、それは致命的ですよ、うん、ソクーロフはね本当に変わった監督でね、ちゃんと太陽みたいなあの作品も作れるんですよね、なんかうん、うん、ちゃんと話の筋もあって、でテーマもあって、で飽きさせないような作品を作る一方で、うん、あの本当にこれは何のための何っていうのを作ったりはするっていう、うん、そういう意味ではあのマックイーンって意外とそっちにも近いかなっていう、うん、ああなるほど。マックイーンねなかなかキャリア追っかけてるとね、うん、いやあのテーマ自体はあの全部あの、まあ、あの何かに反抗する人たちの話なんですけど、ハンガーとか、うん、まあ、最初からその割にはなんかバラバラなんですよね、なんか細かいところが、うん、だからあのほっとくとそっちに行くんじゃないかなっていうなんか期待はありますけどね。危ないですねでもさすがにねやっぱりあのなんかここまでのソクーロフくらいの狂い方はないような気がしますね、やっぱり、うん、独裁者の時って見てますかね、
独裁者とか。ああ、見てますね。あれ、変な映画でしたね。ヒトラーと、ね、スターリンと、もう、アッセンブルするみたいな。あれって、まあ、なんか、普通に考えたら地獄巡りじゃないですか。うん。じゃないじゃないですか。うん。あの、本当に普通になんか、あの、なんか、なんか世間話なんですよ。あ、そうそうそう、なんかヒトラーたちが世間話してる感じでしたよね。なんなら喧嘩してましたよね。うん、あのいろんな意味で何を見せられてるんだろうっていう、うん、で こいつの前にあの、まあ、フランコフォニア、ルーブルの記憶っていうなんか頭抱える作品があって、あれもなんか一瞬ドキュメンタリー行こうとして、で違う方向に行くみたいな感じの、博物館の歴史が具現化するぞみたいな感じの変な映画でしたけど、でもなんかあの途中で作品作るの飽きた感じしません？力尽きたのかな。なんかやりたいことやったらもういいかなみたいな感じは若干ありました。だって作品に対してのなんかあの本当になんかクオリティとかあのなんかあの作り方もそうなんですけど、全部バラバラなんですよね、ソクールフって、うん、あ、言われてみればなんか撮り方とかも全然違うしね、場合によってはね、日向は静かに発光しみたいな感じで、もうゴリゴリのなんかアンドレ・ルビオフから始まって色彩なんかバキバキに決まっているとかはあったりとかしますしね、 SF で。あそこからマザーさんくらいまではなんとなくそこら辺はちゃんと作ってたじゃないですか。うん、うん、モレクシンあたりからだんだんなんかよくわかんない方向に入り始めて、なんか登場人物が呪文を唱えているような感じの、何言ってるかわかんないっていうのは、で急になんかエルミタージュ幻想みたい、本当あれこそドキュメンタリーで作るべきなんだけど、うん、うん、あれは劇映画で作るんだっていう、うん、確かに、うん、まあでもエルミタージュ幻想が一応代表作にはなっちゃってるのかな、うん、そう、なんか現行でいう代表作がエルミタージュと太陽、太陽、あとあれか、なんだっけ、2012年ぐらいに作ってた、あ、ファウストですかね、あ、ファウスト、ファウスト、ファウスト変な映画でしたよね。うん、あれもいや、あれとなんか、ニーチェの馬の二本立て、早稲田松竹で見たんですけど、あれはきつい、うん、ニーチェの馬、ニーチェの馬もだいぶきつかったですけどね、うん、とあれ、そう、タルベーラドンを自分の中に確立しないとよくわかんない映画だったっていうのが、当時高校生だったんで、高校生に見るような2本立てじゃないとは思いました。なんかニーチェの馬、うん、思い出すけど、なんかじゃひたすらジャガイモ食ってませんでした。そうで、あれがそう、なんていうの、キネマ旬報ベスト10の1位に選ばれたっていうのが最大の事件だと思いましたけど、あれ何があったんだって、うん、いや、なんとなくわかるんですよ、うん、うん、あ、その日本はきついな、うん、と早稲田松竹攻めてた時があったんですよね。で評価も高かったですしね、うん、多分ここら辺の流れの最後が、神々の黄昏で、うん、あ、神々の黄昏もいい加減にしろと思ったんですけど、なんか続いてた時ありましたよね、その系の作品が。まあその後ちょっとロシアとかで映画撮れなくなっちゃったんで、みんな、うん、まあそもそもあの、うん、神々の黄昏は遺作だったし、うん、うん、まあそれもあるんだろうけど、なんかそういう感じの作品に近いんですよね、今回のオキパイドシティって本質的には、うんうん、確かに。だからもしかしたらなんかロシア映画みたいなものをヨーロッパがどんどんそっちに流れていくんじゃないかなっていう、うん、そんな予感はしないではないっていうか、うん、特にアート系の作品、なんか
今あれじゃないですか、あの先日から話ある通り静かな映画がブームに来つつあるみたいな話があるじゃないですか。あの情報過多な映画から離れるように、あのゴーストトロピックみたいな映画に流れる、その系譜でそのまま行ったらロシア映画にソ連映画にたどり着くっていうのは一つの道としてありそうです。あ、でもトロピックとかヒアからあのこっちに来そうな感じはしないではないですね。なんかそれ以外も、やっぱりなんかあの話がなんかまとまんないんですけど、まあ話がよく考えたらまとまんない理由って映画がこれだからっていうのが、そう、今回まとまらないのは映画がそうだからっていう感じですかね、今回は。どうしてもやっぱり思い出すのがソクーロフとかになっちゃうっていうのは、やっぱり今回のオキュパイドシティっていうのは、おそらく、まあ、今回であの日本公開は一応されたはされたけど、まあこのまま幻の映画になっていくと思うんですよ多分。まあ、もしかしたらなんかどっかで配信サービスでなったりはするとは思うんですけど、だとしても忘れ去られるとは思うんですよだいぶ。まあ正直面白いかって言われるとすごい困るっていう、のも合わせて、さっき言ったあの、そうですね、だってフランコフォニアって確か普通に配信サービスとかにもあったんですけど、今見れるかどうか分かんないけど、あれが普通に配信サービスにあったっていうこと自体がまあまあやばいっていうか、確かに配信で自分見ましたからね、なんかって感じですかね。なんか今日は、あ、じゃあありがとうございました。だいぶね、オキュパイドシティ見てずっとね、なんだろうなって思ってたんで、お誘いいただきありがとうございましたっていう感じで、またお話できたらなとは思います。なんか気持ちをもやもやを晴らそうと思って、一応こういう風に感じで、まあお誘いしたんですけど、なんか思った以上に話してる最中に道に迷ってる感じが。と、ね、ジャングルでしたっていう感じでしたね、今回は。まあオキュパイドシティ行ったら迷ったっていうことで、そう、魔界でしたんで、もし見る機会がある方いましたら、ぜひ迷ってみて、そうですね、見てはいかがでしょうかっていう感じで、今日はこんな感じで終わりにしようかなって思いました。聞いていただいた方ありがとうございました。じゃあ、ひろくんさん、ありがとうございました。ありがとうございました。またお話ししましょう。はい、失礼します。はい。